はい、こんにちは。どうもよろしくお願いします。はい、一応元気です。ジャイアン村上です。はい、では今日も、ね、実験始めていきましょうか。はい、今日は今日は何をやりましょう。今日は、前回ね、はい、リンさんにあのアルミホイルボール入れてみましたけど、マックルクロス ねこれをですね、切断して断面を綺麗に見てみたいと思います。あー、そうですか。はい、じゃあ今日は眼鏡だね。あ、そうですね、うん。じゃあ切りましょうか。切りましょうか。はい、見えるかな。あの水溜りボンドさんがやったのは世界一切れる包丁で切ってみたんですね。6時間くらいかかりました。マジで、うん、そんなかかんの。今3分くらいですね。もう3分もかかんないですね。ウィーンとかかないですか。歯が結構荒いですね。あーどうですか。地球のマントルが見えてる。お、切れた。おあーすごい。あー、まあ何重にもしてるんですね。これあれだね、うん、1分では作ってないね、このアルミ。ああ、だからか。何回かに分けて、うん、作ったから作ってるから。これちょっと磨いてみましょうか、うん、切断面、ね、じゃあ行ってきます。お願いします。行かねえのか。はい、サンダーに来ました。はい、来ました。サンダーバードです。僕はこの間真空にして、はい、さらに塩酸に入れたこのボール、はい、これ切断してみたいと思います。はい、どうぞ。どうなるのか分かりません。さあ、カチカチ。表面ができました。むけたね、ライチみたいだね。一皮むけて大きくなりました。大きくはなってねえだ。なってねえか、ちっちゃくなってた。綺麗になった。ちっちゃく、うん、さあ塩酸ボールの中身どうなってるでしょうか。じゃん。でもやっぱ隙間があるんだね。ね、だから中までこれ塩酸染み込んでる。ちょっと黒い。ああ、確かにね。ね、全然色が違う。ああ、確かにそうだね。うん、中の色が違うね。ね、中まで塩酸染み込んでるってことで。じゃあ今度何やりましょうかね、このアルミで。アルミで何やろう。ヘルメット。ヘルメット作りましょうか。ヘルメット作ろうか、ね、この今かぶってるヘルメットと変えてもらって。かぶってねえよ。はい、はい、ということでね、切断して、うん、はい、磨くとね、こういう風にね、鏡みたいになりそうですね、うん、もっと磨いてみましょうか今度ね。はい、でもやっぱり詰まってはいないんだね。ね、少しやっぱ隙間はあるんだね。そうですね、なんかいろいろと隙間がいっぱいあるみたいで、ね、ここに空気が入ってますよね。隙間産業ですな。はい、ということで、ね、また面白い実験いろいろ紹介しますのでね、ぜひチャンネル登録お願いします。はい、よろしくお願いします。